忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビマル、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は すまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。忍びよ、卑怯とは言うまいな。巫女はもらっていくぞ。
目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。目をつぶり鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。父上。うお前か。不覚を取った。このわしも置いたものが手当ては良い。この傷ではもはや助からぬ。それより狼よ、これを。これはお屋敷の隠し仏殿の鍵よ。巫女様はそこに。だがこの火の手じゃ正面からは入れぬ。崖外からならば。そうじゃ、あちらから外へ出て崖沿いに進み霊園から回り込め。さすれば抜け道が。わかりました。狼よ、忍びの掟は忘れておらぬな。はい。主は絶対狼よ、命を賭してお守りするのじゃ。うはっ。父上。父上。母上。長女よ、皆どこへ行ったのだ。巫女様、現実か。久しいな、苦労のせがれよ。お嬢殿、言ってください。そなたは。なすべきことをなすのです。わかりました。やろうか、せがれ殿。
私のためそなたは戦ってくれた。捨て置くことなどできるものか。狼よ、我が血と共に生きてくれ。おじい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死の契りを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび敗れるとも、命を賭し主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬよ。見事だ、巫女の忍びよ。惜しいな。主を変えるつもりはないか。ザレ言を。ザレ言だと。俺はこのアシナを守るためならば。あなたが勝ったのですね。お主。争うつもりはありません、巫女の忍びよ。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺のすべてだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。
猿が三匹、一つはカラカ。何故参られたのですか。不思議りを求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ。抜けぬとは、抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。抜こう。そうですか。わかりました。覚悟が終わりならば改められよ。お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる。フクロウよ。企むなど滅相も。さあ、我と共に参りましょうぞ。この袋は巫女様の尊いその恩賜。お守りしたいだけにございます。お主は流因に見入られたか。話すことはない。猿がよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めを
もうしばし堪能したく、満足しましたら帰ります。父上、生きておいでだったとは。計りごとよ。お前こそあの世死んだと思うておったがな。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。はっ。わしはあの巫女の力を流飲を手中にしようと思う。ですが。分かっておる。第一の掟により父が命じる。主を捨てよ。今よりあの巫女はお前の主ではない。巫女様を捨てる。そうじゃ、狼よ。父の言葉に従い巫女を捨てよ。御意。父の言葉に従い巫女を捨てる。それで良いのだな。はい。掟は絶対、主よ、巫女を捨てまする。それでこそわしのせがれよ。これで我が波動も、これはこれは物騒なお客人じゃ。だが道元殿のご息女と争うては、今は亡きあのお方に申し訳が立たん。ほう、なかなかどうして。狼よ、そなたに任す。見事打ち破ってみせよ。御意。私はかつて修羅を見ました。あなたの中に同じものがいる。それを切らねばなりません。シュラー。セキロよ。お主、愛想はまるでないが、不思議と憎めぬやつじゃった。さあ、修羅に落ちる前に切ってやろう。切ろよ。切ってやれぬか。待たせたの。だがこちらの守備も上々じゃ。
かし老いたりとはいえあの一心に勝るとは。さすがはわしのせがれじゃの。これで全て我が手の中よ。アシナもナイフ殿もこの国ごと食らうてくれるわ。我薄い右近在所合わせて死者数千、生き残りはほとんどなし。アシナは戦国最も悲惨な殺戮の舞台となり、その地には後々まで鬼が潜んだという。できませぬ。できぬだと。忍びが情に流されるなど、なんと情けないことか。せがれよ。なぜ。この父の思いがわからぬのだ。忍びの掟を忘れたか。掟は己で定める。そう決めました。我が主のように。少しは成長しておるようだな。やろうか。狼よ。
戦況か。クロ様、久しいな、巫女の忍び。見よ、不思議のもう一振りよ。健一郎殿、そのようなものでは決してアシナの命運は変わりませぬ。狼を、竜印など誰の手にもあるべきではないのだ。苦労をかけるな。行為。参る。ああ、しまいとしよう。何もできなかった。だが、竜印がこの国を生かす。これでアシナの世は明ける。哀れな孫の最後の願いじゃ。わしはこのアシナをよみがえらせねばならぬ。ゆえに赤炉、やれ！目
や、セキロ。さらば。おそばにおります。竜の涙。生涯の忍びを、虫たちをお願いできますか。これはやはりあなたが持っていてください。また新しい忍びが力を求める時が来るでしょう。おそばにおります。竜の涙を。最後の節を成敗いたす。人として生きてくだされ。行かれるのですね。
はい。私も人として懸命に生き、そして死のうと思います。我が忍びがそうしてくれたように。エマ殿にもお世話になりました。おそばにおります。竜の涙を。参りましょう、我が巫女。九郎殿、今はどうか安らかに私の心に留まってください。さようなら、みんな。私は行かねばなりません。我らの因果を断ち切るために。とても長い旅になります。それでも共に来てくださるのですか？はい。ありがとう、竜の忍びよ。九郎殿も喜んでおります。参りましょう。西に、神なる竜の故郷に。